ミキコ先生も絶賛。羽生結弦の純粋な少年と達観した仙人の二面性。羽生結弦という存在は、彼を知る人々の心に強く刻まれている。それはただのフィギュアスケート選手としてではなく、その存在感と人間性が他を圧倒しているからだ。特にミキコ先生の言葉を借りると、彼はまるで純粋無垢な少年のようでありながら、達観した仙人のようでもあり。 祈る力と信じる力が非常に強い祈祷者のような存在だという。この一言で羽生の人間性を見事に言い表しているが、これを聞いた瞬間、多くのファンが心の中で何かを感じたに違いない。彼は競技の世界において非凡な才能を持ちながらも、一般の人々の気持ちを理解する不思議な感覚を持つ存在だ。2024年5月に発行されたアイスジュエルズボル19の中でも、 がが語った言葉には深いい意味が込められている例えば、彼がいつか勉強してみたいことはという質問に対し、バイオエシックス、生命倫理はもう一度勉強し直したいと答えた場面は、彼が単なるアスリートの枠を超えて、生命や人間の存在について深く考えていることを示している。この回答は彼の作品、エコーズ・オブ・ライフとも密接に関連しているかもしれない。羽生は常に、 自己表現を通して生きることの意味や、命の尊さを伝え続けている。彼の演技や言葉の背後には、常に深い哲学や倫理観が流れているのだ。羽生結弦の魅力は、の多面的な人間性にある。彼は単に競技に秀でたアスリートというだけでなく、その精神性や感性が他者を引きつけてやまない。幹子先生や音楽家の清塚信也氏も彼に対して深い敬意を抱いており、 彼らとのインタビューを通して羽生の魅力をさらに理解することができる。彼の演技は単なるスポーツではなく、芸術的な表現であり、観客に何かを感じさせる力がある。それは羽生がスケートリンクの上で祈りを捧げるような姿勢で演技をしているからだろう。彼は観客に感動を与えるだけでなく、スケートを通して生き方や考え方にまで影響を与える存在だ。羽生譲るの人生には、 彼自身が積極的に探求し続けているテーマがいくつもある。その一つが祈りや再生のテーマだ。彼は R.E.U. プレイという作品を通して自らの祈りや願いをスケートに込めてきた。競技での勝敗やパフォーマンスだけでなく彼が表現するものは常にその先にある大きなテーマとつながっている。R.E.U. プレイの総括は 羽生のこれまでのキャリアと人生哲学を深く理解するための一助となる内容だ。ページをめくりながら彼の思考や感じていることに触れることで、観客やファンは彼の演技をより深く楽しむことができる。ここで注目したいのは、羽生が常に探求心を持ち続け、学び続けている点だ。彼がバイオエシックスを再び勉強し直したいと語るように、羽生にとってのフィギュアスケートは単なる競技やスポーツの枠を超えたものである。 彼にとってスケートは、個表現の手段であり、同時に人生を通じての学びや成長の場である。彼の人生哲学や倫理観は、単なるパフォーマンスにとどまらず、彼の言動や作品の一部に深く根付いている。羽生ズルの表現力や精神性を感じるためには、彼が過去に取り組んできたテーマや演技を振り返ることが重要だ。特に、エコゾーズオブライフや、RE アンダーラインプレイなどの作品は、 彼自身の心の中にある大きなテーマを反映している。それは生命の儚さや尊さ、そして再生や希望のメッセージを含んでいる。彼の演技を見る際には、単なる技術的な美しさや難易度の高さを超えた、彼の内面的な探求や祈りに注目することで、より深い感動を得ることができる。また、羽生はフィギュアスケート界だけでなく、広く一般の人々にも影響を与えている。 彼が発信するメッセージや作品は、多くの人々に勇気や希望を与え続けている。特に2024年に発表された最新作、エコゾーズオブライフは、見るものに強い印象を与えるものであり、その背後にあるテーマやメッセージに多くの人が感銘を受けた。羽生は常に観客に問いかけ、共感を求める表現者であり、その姿勢が彼を特別な存在にしている。彼の人生やキャリアを振り返ると、 常に進化し続け、挑戦し続ける姿勢が見られる。彼はただ勝利を追い求めるだけでなく、常に自己表現の新しい方法を模索し、スケートを通して自らの哲学や価値観を伝え続けている。羽生のファンにとって、彼の存在はただのアスリート以上のものであり、彼の人生や言葉、行動は多くの人々にとってのインスピレーションとなっている。羽生譲るという存在が持つ力は、 その競技成績だけにとどまらない彼が表現するもの、語るもの、そして祈るものには、常に大きなメッセージが込められている。それは観客にとっての希望や励ましであり、時には彼自身が生きる上での指針となっている。彼のスケートは、単なるエンターテインメントではなく、人生そのものを反映した深い表現であり、その背後には彼自身の哲学や価値観がしっかりと根付いている。彼の演技を見る際には、 その技術やパフォーマンスの美しさだけでなく、彼が表現しようとしているテーマやメッセージにも注目することで、より一層彼の魅力を感じることができるだろう。羽生結弦は今後も多くの人々に感動を与え続け、彼自身の人生を通じて新たな挑戦をし続けるだろう。その姿勢は、ファンだけでなく、彼を知らない人々にとっても大きなインスピレーションとなり続けるはずだ。羽生結弦の特別な魅力は、 彼のスケートパフォーマンスだけでなく、その背後にある深い思索や感性にもある。例えば、彼が競技から離れた後も続けているプロジェクトや作品には、フィギュアスケートという枠を超えたテーマが織り交ぜられている。それは人間の内面的な成長、生命の尊さ、祈りといった普遍的な価値観に根ざしており、彼の表現は常にそのメッセージを伴っている。最近の作品、エコーズ・オブ・ライフに象徴されるように、 彼は生命そのものに対する深い敬意と感謝をスケートで表現しようとしている。彼が語るバイオエシックスに対する興味も、この作品の根底にあるテーマとつながっていると言えるだろう。羽生はスケートリンクの上だけでなく、日常の中でも生命の倫理や存在について考え続けている。その探求心が彼を一段と際立たせているのだ。また、 彼の作品には常に再生や希望といったポジティブなメッセージが込められている。彼自身、何度も大きな怪我や困難に直面してきたが、その度に復活し、さらなる高みを目指してきた。その姿勢は、単にアスリートとしての強さだけでなく、人間としての成長と内面的な強さを示している。彼が演技を通して表現する、祈りは、個人的な願いを超え、観客やファンに希望と勇気を与えるものだ。 ハニュー・ユズルの生き方は、多くの人々にとっての模範となり、特に彼のファンにとってはその言葉や行動が人生の支えとなっている。彼が自身の経験や試練をどのように乗り越え、成長してきたかを知ることで、私たちもまた、自分自身の人生における困難や挑戦に立ち向かう力を得ることができるのだ。彼のスケートは、技術的な完成度が高いだけでなく、心の深い部分に訴えかける何かがある。 それは彼が自らの人生経験や感情、祈りを全身全霊で表現しているからに他ならない。彼の一つ一つの動きには意味が込められており、観客はその一瞬一瞬を見逃すことなく心で感じ取ることができる。彼の演技を通じて感じることは、ただの美しさや力強さだけではなく、そこに流れる深い感情とメッセージである。そして、羽生結弦という存在は、その影響力の大きさから、 スケートの世界だけでなく、多くのジャンルにおいても注目されている。彼の名は、アスリートとしてだけでなく、一人の表現者、一人の人間として語られることが多い。彼がどのようにして自分自身を表現し続けているのか、その過程には多くの人々が感銘を受けているのだ。例えば、彼が競技スケートから一時的に離れても、そのファンやメディアからの注目が衰えないのは、彼が持つ特別な魅力に他ならない。 それは単に成績やタイトルに依存した人気ではなく、彼自身の人間性や価値観が人々の心に響き続けているからだ。彼の生き方、そしてスケートに込められたメッセージは、今後もさらに多くの人々に影響を与えていくことだろう。羽生はまた、自身のキャリアを通して、常に新しいことに挑戦し続けている。これまでの実績に安住することなく、常に次のステージを見据え、進化し続ける彼の姿勢は、 多くのアスリートや芸術家にとっても模範となるだろう彼がこれからどのような挑戦をし新しい道を切り開いていくのか世界中のファンが注目し期待している